じゃあね、清く正しく美しく、先生どうぞよろしくお願いします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、人狼です。夜が更けました。人狼の方は、てください。記録に、はい。はい、頑張ります。了解しました。夜、昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。怪しい人を釣りましょう。落ち着いてね。まず、黒いと思うところだと思いますよ。怪しい。まあ、怪しいから黒い。でもいいけど、まあ、とりあえず黒いと思うところすればいいんじゃないですか。人狼する。うん。と思います。まあ、そうなると、まあ、怪しいとかおかしいとかっていう。うん。本当に上手い人だったら白いけど黒いってところを狙うんだろうけど、まあ、一般的には、怪しいとかおかしいとか変な発言してるっていうところの黒を狙うのが一般的だと思いますんで。はい。そして、狼をね、2匹捕まえられたら、村貸しますからね。ぜひね、頑張ってほしいなと。僕もなんですけどもね、皆さんにも頑張ってほしいなと思っていますね。はい。とりあえずね、普通にやりましょう。はい。発言して、で、まあ、怪しい人釣りましょう。以上です。はい。6番。今、マイクが多分配信上はオフってのもありましたね。みんなには聞こえてんだけど。みんなには聞こえてんだけど。5番さんが言ってた怪しい人が最終的には黒い人に結びついてましたね。5番さん自身が怪しい人っていう基準が今披露はされなかったから、まあ2周目の考察は聞きます。で、言葉の節々にこうすればいいんじゃないですか、ああすればいいんじゃないですかってどこか他人事のような話の仕方は5番さんからは感じましたが、5番さん自身が2周目にどういう考察するかをしっかり聞きたいと思ってます。村へのお願いとしては、小さな要素、どんどん拾っていきましょう。怪しい要素あったらどんどん上げていきましょう。ただ、それをね、人外要素と思ってないのに、過度に相手に対して意見をぶつけるっていうのをやめましょう。相手からしたら、あ、こいつなんだよと思って、そこはムラムラだった場合、村の殴り合いに発生する可能性があるので、丁寧に強弱をつけて相手に伝えましょう。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ結構難しいなって思いましたね。なんか薄い要素とか、なんか小さな要素でも上げていきましょうっていう進行と、なんかなんだっけ、その強弱をつけてっていうのは、もう聞き手と話し手によるから、聞き手がそうやって思った時には、もう単純に怪しんじゃうから、いや、僕は怪しんじゃうんだけど、うん、飲み込めるとかももちろん飲み込めると思うけど、その強弱がすごい難しいですよね、と思いました。まあ、かといって別になんかそこに矛盾を感じたってわけじゃなくて、なんか難しいなって思った感じです。6番さんの進行の提示というかお願いに関しては、はい、まあ、僕も5番さん同意になんか怪しいと思ったところを予想どんどん上げていく、なんかシンプルになんかなんだろう、白いと思ってるけど多分感覚で黒なんだろうなとか、そういうのは自分はしないです。はい、それはなんか人外であってもなんかめちゃくちゃパワーバランス崩れちゃいそうだからやめます。はい。8番のプレイヤーが発言します。これは結構初日に関してはその強弱とかこういろんな要素をこう自分自身で汲み取る、まあ、7番も言ってたけど難しいと思うから、あんまりそういうなんか深く考えすぎず、まあそのまあ、オンライン性のこういうね、あの人の発言だけ、まあ、相手の表情とか見えない中での考察になるから、まあ、単体にまあ俺はなんか、まあ、気になった要素とかっていうのを挙げて、まあ、ただ思考ロックとかはせず、まあ、その自分が視点を向けた人とかに関してもアンサーを求めつつみたいなのでいいかなと思っていて、まあ、5番さんに関してはね、なんかすごくなんだろうな、
同じような言葉、そのまあその分かるんですよ。まあなんかその黒っぽいとこ、もう普通に単純に怪しいところっていうのを、まあ、まあ具体性はなかったにしろ、なんかでもなんか同じ話すっごいしてたから、もうなんか長えなと思いながら、まあ、感覚的に聞いてましたけど、まあそれぐらいですかね。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。いや、8番が5番に対して言ったことはなんとなくわかるなと思ってて、5番さんって同じ単語が多かったなんて、特におかしい、怪しいっていうところがめちゃくちゃ連呼するじゃんって思ってました。ただ、その5番さんっていうのが、怪しくて黒いところを釣るって言ったり、怪しいところを釣るって言ったりとかしてるんだけど、うちがね、捉えたのって、怪しくて黒いところを釣るっていう発言に対しては、じゃあこの人ちょっと狂人っぽいから釣らんとこうとかっていう思考も生まれるのかなって考えたりとか、でも5番さん途中で、でも怪しいところを釣りますって言ってるから、じゃあ狂人目があったとしてもそこが怪しいから釣るって言ってるのか、なんかどっちの意味で言ってるんだろうなぐらい。まあ、それがどっちにしろね、5番さんの黒要素とか白要素になるわけじゃないんだけど、単純にそこが気になった、どっちだったんだろうなぐらい。まあそれぐらいですかね。まあ長々言ったように6番さん言ってること難しくてよく分かんなかったです。1番のプレイヤーが発言します。いや、7が言ってるのは6番が言ってることは分かってると思いますよ。すごく簡潔に言っているけど、聞き手と受け取り手では感情が全く違うから、分かりやすく説明している6番さんの発言の内容には、その全員が同調できるかどうかは難しい問題だと思いますよっていうのが7と8の意見なんで、6番が言ってることが難しかったわけではないでしょう、7番さんは。はにゃ？まあ、5番と9番の狼だけはないかなと思ったのが、まあ、単体で5番さんは狼を釣るという意向を明確に言っていると思っていて、狂人よりもどちらかというと、比率を9割方狼を釣りたいと思っている思考を吐き出した人物だと思いますので、9番さんの5番の組み取り方が、まあ、どっち側だったとしてもつながりはないかなと思っています。で、7に対するする寄り方なのか何なのか分かんないですけど、7番が6番に取った寄り方が違うのと、あと、僕は霊能者でした。なので、まあ、ちょっと気になっている位置が多々ありますね。2番のプレイヤーが発言します。そうなんですかって感じですね。一番最初すごい同調しようと思っちゃったんですけど、もうちょっと詳しく言いますね。6番さんに言ってることって、そう、あの人外要素が強く思ったとこに関して言っていいんだけど、まあなんかちょっと微妙なと思ったとこに対して再付けをしましょうみたいなことだと私は思ってるんですよ。でそこに対して7、8ってそれって難しいよねと。だってさ、1周目でパッとさ思ったとこに対して、これでも黒かは分かんないけど怪しいよねみたいなこと言いたいよねみたいな感じだから、そうやってめっちゃ同感できて、でそこに対してっていうところで再付けをしなかった9って、私はすごい怪しいと思っていたから、1ってちょっと怪しんじゃおうかなと思ったら例のって感じでした。思いだけ言うとっていうわけで、1番はなかったのは9ですっていうだけ言っておきます。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営、特に CEO ございません。6番が占いで1にしろで1番が霊能を把握しました。あの、僕は5、7、8、9の発言聞いて、あ、難しいな、色落ちないなって思ったんですけど、まあ、2番の話聞いて2番は人外だろうなって率直に思いました。僕言葉尻とか結構取っちゃうんですけど、1番の発言聞いて怪しんじゃおうかなと思いましたって、もう村人の思考じゃないと僕は思っちゃってます。あと9番がさえつけなかったから9番が怪しいって思考も僕には理解ができなくて、怪しんじゃおうかなって思います。今村人陣営の方に問いかけてるんですけど、自分が村人陣営でおかしな発言してる人がいた時に怪しんじゃおうかな、いや、ならないですよね。それで黒崎を狙ってる発言なので、自分で黒崎を当てるんじゃなくて黒崎を決める発言なので、2番人外かなって思っちゃいました。2番が騎士だったらいいなって思ってます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。3番さん2番が騎士だったらいいなって、2番は人外って言ってませんでした？どっちなの？あ、村人陣営です。はい、まあ、っていうと、まあ、簡単に言うと3番さんのことを疑ってるかな。核人外なんでしょう。騎士だったらいいなじゃなくて、騎士の可能性って少なくないですか？じゃあなんでなんだろうなと思った。だから3番さん黒いと思って、まあ私目線、2番さんって結構白いんだよね。まあ、あの5番にみんな触れてて、
9番がまだその位置で触れてるっていうのも違和感を持ってて、まあ、結局ほとんど5人が費やしてるね、時間を、もう5から1,2,3,4,5人目で、だからまあそうだね、3番と9番黒いかなって思ってる、3,9黒いかなって思ってます。はい、1番さん霊能ってことなんで、まあ今日は1番さん釣りたいとこを指定してくださいねって感じ。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、平和村ですね。はい、ということで、はい、私騎士ですので、はい、9番以外釣りましょうよ。はい、まあ、これ6番と1番と相談ですけども、はい、6番平和で確定でしょ。うん、9番の別に私の組取り正しいんじゃないですか。うん、だから一番いい程よいところを言ってると思いますよ。例えば前半のところでランテージする、後半のところでランテージするか、前後半で分けるか、9番除外で、ね、9番の位置を軸として7と8に1本、2、3、4に1本使うパターンか、7、8に2つ、2、3、4に2つ使うかっていう感じかな。後半だとどうなんでしょうね。3番と2、4が割れてるなっていう感じですかね。はい。7だと進行論ですよね。8も私たらいでましたよね。叩いてるっていうか、どうなんだろうね。はい。変な感じで思っている。9番だけで多分普通の精査してたから、ちょっと4番の9番釣り加減がちょっと1点気になるはなるけど、9番除外で行きましょうよ。9番釣らない進行っていうのはダメなんでしょうかね。何か僕の発言で9番ってちょうど程よい感じの精査してたと思うんだけど、うん。まあ、2周目聞いてはよほど黒かったら考えればいいんじゃないですか。9釣らないで、7、8、2、3、4の中で決めた方がいいという感じですかね。一番、9番だけやめた方が良さそうだけどね、俺の印象は。っていう感じですけど、6と1に任せます、この辺は。はい。はい、騎士です。はい、以上です。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、お願いっていう表現が終始してたところだけ、5番さんから何か拾えたので、そこは表現したんだけど、7、8番さんに言いますね。あの6番の言ってることを難しいって思い込んで聞いてたら難しくなりますけど、あの言葉1個使えるだけです、強弱をつけるって。7番さん、8番さんのように、組み取り前提の人狼をしてると、なかなかそういう考えになっちゃうけど、組み取り、あなたたちの言う通り、自分もそれが厳しいと思ってるから、ちゃんと伝えましょうと。小さい予想だったら、まさしく9番さん分からんって言ったけど、9番のように5番にね、白黒の要素じゃないけど、ここが気になりました。っていう白黒要素じゃないけどって伝えるだけで、あ、9番自分はまだ人外とか村とか拾えてないんだな、ここは疑問に思ってるんだなって5番理解します。ただそれをつけずに9番ここの5番が気になっただけで言うと、あ、5番視点は9は自分のことどう思ってるんだろうってなります。5は9のことが気になっちゃいます。で、大の場合は相手のことを人外だと思ってる、狼だと思ってるっていう言葉一つ付け加えればいいんです。非常に簡単な話をしました。強弱をつけるというのは言葉を持って相手に伝えましょうって話です。汲み取らせる、わざわざそんなややこしいことは相手にさせないで伝えましょうという形なんですが、自分は4番と4番の挙げたところの対抗の欄をお勧めしますが、最終日残って3日目残ってる可能性が5番1番になるので、5番1番の視点詰めでいいと思ってます。はい、1番さんが進行を決めてください。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、1周目段階で気になったのは4番と2番ですかね。俺さ、4番さんが3番に抱く感情分かんなくって、3番村人視点ね、3番村人視点で2番さんに違和感あって、2番の言葉尻拾って人外なって主張で、3番が村人の時に2番が騎士の時ってありがたくない？だから騎士系を、なんか騎士目を感じる云々の言葉尻を4番が拾ったなと思って、それって何の要素になるんだろうと思って、3番の人外要素なのかとか思って、で、俺4番が3番に触れたことが俺マジで違和感だったんよね。だそこ怪しいんだ。2番線で気になったのが、なんか1番線を怪しむ視点、だ1番線の発言を聞いてたのかなと思ってて、1番線は9番線がなんか、なんだ、なんか2番線は9番線怪しむ視点持ってて、でも1番線は9番線に対して7番は難しいと、7番同様に6番の発言は難しかった云々じゃなくて、7番は6番の意見を理解はしてるけど、その進行、だからそれが自分ではできないっていう進行が難しい思考で、9
9番は6番の言ってることが難しい思考で、多分1番って多分9番になんていう訂正っていうか、そんな難しいこと言ってないよとか、7番は理解してるよみたいな示すをしていたから、2番が1番がをなんか怪しいもんかなって視点となんかリンクしてたっけなと思っちゃって、で4番と2番が怪しいと思っちゃった。8番9番は正直精査できない位置ですぐらいですかね。はい、これぐらいしか情報落とせねえわ。いや申し訳ない。4番と2番は怪しんでる。はい、8番。あ、こんばんは、もののけさんとアミヤさん。新規出ないですね。もう怪しんでるっていう視点はまあ一緒なんですけど、2番がその怪しいのその着地点ってそうだったっけって言ってたけど、多分2番の精査の中では9番ってまあ5番にほぼ終始触れていて、その6番の発言があまりちょっと難しくて理解できなかった、7番8番はそんな触れてないっていうことか、そんな2番目線、その9番さんのなんか優劣に関してのもっとなんかその9番さん視点落としてほしかった、あんまり9番の色が見えてないよねっていうところに対して行き着いてるから、なんかその1番がまあ例の使用した後にそんなになんか9番に対してなんかその言及っていうか、まあなんかあったかなみたいな、まあだからそのあんまりなんか2番っていうのは9番怪しんでるからこそ、1番がああそれぐらいで9番スルーまあできるんだみたいな感じだと思うよね。俺はそう汲み取ったから、なんか7の2言及、7の2言及に対してはちょっと理解できる部分、まあ、その7番がそう感じたんだろうけど、俺は2番のその発言もある程度汲み取ってるから、そこはなんか気になる要素では俺は拾ってないかなっていう感じですかね。はい、現状そんな感じです。以上です。9番のプレイヤーが発言します。でもそれってさ、2番の口から出た考察じゃなくて、8番が勝手に2番をそういう風に思った考察なわけでしょ。じゃあそれって7の怪しい要素にならないんじゃない。それはもう考え方の違いで終わるところだから、それを7番の怪しい要素として挙げるのは8番がちょっと違和感があったかなって思ってる。7番に対しては2、4を怪しむ視点はすごくわかるんだよね。なんか2番と4番がなんか守り合ってるような感覚だったから、3番の2番へのツッコミはうちは拾えなかったけど、3番の発言からあ、そういえばなんかそういう風に言ってたなって思ってたから、3番はすごく話を聞いてる人だなっていう風に思ってたのね。それをなんか4番さんが2番さんをかばうような動きをしてたから、2,4 つながってるのか、2番が黒くて4番さんが強靭で守りに行った動きだったのかっていう感じだったから、割と 2,4 をなんか怪しむ視点っていうのは良かったのね。ただその8番がなぜか2番さんも怪しんでて、そのなんて言うんだろう、ちょっと8番さんが違和感だったんだよな。8が2に思ったような要素を7が拾ってなかったから、7の怪しい要素になるっていうのがなんかちょっと分かんなかったなっていうふうに思ってます。まあ、ただちょっと24見えすぎなのかなとかって思うと、24とかっていうよりも4強靭2ローとかなのかなって感じたり、うん、3番さんは良かったと思います。ただ懸念するのは2が村で3が人狼の時ぐらい。1番のプレイヤーが発言します。あ、そもそもなんですけど、24には見えないですね。そもそもなんですけども絶対見えないです。あ、じゃあ5番が6番声で、4番さんが1番声してくださいね。僕は4番さんが狼じゃないかなと思っていて、5番が新騎士だと思っていて、まあ、6番さんが新占いで固定の1番連の確定の場面だと思っているから、4番が1番声の5番が6番声を固定してください。で、2番と4番、やっぱちょっと、票回収しようとしてるのかな、9番さん。ちょっとなんか、自分がもらえる票の位置を探している感じが9番さんの発言の内容からはするところと、まあ、3番が狼で4番とか2番、5番の中に心境が混ざってる状態だったら、まあ、7番と8番と9番のどっかに3番の相方がいるかなっていう状態か、もしくは2番と4番のどっちかがカタローだと思ったから、今4番さんが狼だと思っていて、まあ、2番さんはね、どうしようかな。4、7狼とかじゃないかな。なんか、2番と4番がつながる要素にもならへんし、疑う位置が4番と2番両方ともなところは別にいいですけど、どっちかというと比重が4番の方に向くのが7番さん目線だったらあれだから、仮に4番に占い結果で黒が飛ばされても7番に黒結果が出てもどっちかが生き残ろうとしてちょっとだけライン切ろうとしたポーズの方があるんじゃないかな。そうなったら9番強靭なかな。9番さんが強靭で7とか
3番の色が見えませんね。3番の色が見えへん。ただ2、4狼はほぼないと思いますよ。それだけは。だから、5得たから絶対守ってください。玉レなんで。2番のプレイヤーが発言します。5が、6位の4が1狼、5位を提唱してくれたんですよね。感動です。もうそれで十分です。私、どこつらいとも大丈夫です。はい。個人的な気を釣ってほしいとはもちろん思っておりますが、はい。って感じですかね。霊能の優秀さに、っていう感じですね。一応返しておきますね。じゃあ、なんて言うんだろうな。9に言ってること、ああ、わかりました。じゃあ、5っていうところが、なんか知らないですが、2っていうところをちょっと怪しいましたっていうところについて、あ、そうだよねみたいな感じで感覚で、それ正しいと思いますみたいなぐらいの考察しか9って述べてないと私は思うんですが、いかがでしょうか。はい。まあ私の述べた考察、7、8っていうところは6の言うこと理解してませんよね。9ってなんでそこに対して突っ込まないんですか、まあ、っていうところは思っておりました。何が言いたいかって、結構感覚でしか喋ってないところに対してすごい突っ込んでるなって思ったっていうところだけです。はい。なんかすごい来るなと思って、そこで任用確定できるのは本当に理解できないなとは思ってて、で、そこ1が突っ込んでくれるとか、すごい楽になったなと思ってる状況か、3っていうところが、俺が騎士だったとき、誰を狼と思いますか。そこの視点は本当に欲しかったです。3の視点だったら俺が騎士って結構ありえないような視点まで述べていたので、3も人外だと私は思っております、実は。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。2か8でちょっと迷ってるんですけど、よくわかるんですけど、2番が騎士だった場合にどこを狼で見るんですかって1周目の私に質問してるってことですか。いや、わかんないです。いや、わかんないですよ。私言ったんですか、5、7、8、9は申し訳ないですけど、色落ちがするような発言内容ではなかったと。ただ2番の言葉で言うとったのと、9番に対しての指摘が1番人外面は高かったと。だから騎士だったらいいな。要は2番がスマラのパターンが一番最悪だったってことです、1周目に関してはね。8番さんなんですけど、8番の目線って2番にフォーカス向いてるじゃないですか。ただ7番の2番への目方はおかしいと。2番にフォーカスが向くときに、時間が足りなくて3番、4番に触れないんだったら、まあ100万ポイントって別にわかるんですけど、時間30秒ぐらい余ってましたよね。2番に、8番目線フォーカスが向くときに3番と4番に一切触れないっていう考察は村人の考察じゃないと思っちゃいました。かな。いや、2番さんは申し訳ないですけど、わかんないです。いや、わかんないです。この場面になっちゃうとちょっとわかんないですね。4番は人外でしょうね。申し訳ないですけど、まあ、やばいと思ったんでしょうね。6番からもほぼほぼ4番対抗乱定時代って4番に対する要望は一切入らなかったですから。出ざるを得なかった人外かなと。4番人外のときに2、4ローローはないと思うんで、4番狼だと追ってるんですよね。4番強靭でここで騎士で逃げる必要はないので、部屋村なんで。ただ的には2番の狼には低いかなと、思います。8かな。4-8。1番4-7って言ってましたけど、僕4-8ですね。8番のフォーカスが2番に向いてて、3番4番に触れないでありえないと思ってるんで。はい。結論から言うと、僕は8に行きます。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。5番さんってスラじゃないの、本当に。ムラスラとかじゃないのね。騎士を主張するのね。騎士ですか、騎士をしてちゃんと持ってん。騎士だったら。騎士ね。わかった。まあ、本当は占い師守りたいけど、まあ、これ、5番がとぼけないように言っとくけど、1番が言ってたけど、1は4、私が守る。5番は6番をガブガブ今日噛んじゃうってことだから。まあ、1番さんは今日助かるよ。私が守るから。6番さんは死んじゃうけど、はい。村のみんなもよく聞いてるので、もう一回追加しとこう。これ一応、絶対なんか聞き間違いとか、5番に言わせたくないからさ。1番が私守る。1が4、5が6だからね。村のみんなもよく覚えておくように。はい。3番に言いたいのは、3番さんって占い師なの。2番が人狼って言ったり、2番が間違いなく各人外って言ったり、4、8がローで間違いなくて、何なのあなた。占い能力持ってるんですか。だから怪しいんだよ。まあそこ怪しいって言ったら人間保護してるって言ってる、7級もどうかと思って、でも9番っていうのは位置的にさ、そこで5番のことをそれ以上話す必要あるのって思って、だから黒く持った。はい。まあ本当は今日6番私守りたいんだけどな。
まあ、しょうがないかなんか途中で1くてどうこうするの嫌だけど。いやー、わかんねえ。8番流れそう。どこ行けばいいんだろうね。まあ、1番さんは明日生き残れるから。はい。それぐらいかな。確かに。もし私3番と9番が黒いや。全プレイヤーの発言が終了しました。あ、9番行こう。これから。どうせ9番黒塗るんできねえだろ。ワンチャン9釣れねえかな。最悪同票にしねえとな。いやでも9番が白好きしちゃうけどね。もう苦しいけど、もうしょうがねえよ、もう。釣れねえかな、9番。やっぱりこうなるよね。投票が終了しました。投票。追放されでも危ねえ、投票しないと。2番の投票しないと、やっぱり8釣られる流れだったから、危ねえ。マジで危ねえわ。まあまあ、OK です。はい。197、グレイ釣られたのかな。あー、霊媒釣られてるのか。じゃあいいや。って感じかな。うん。OK。はい。まあ、こうなった以上は、まあ、霊媒さんは、はい、頑張ってくださいね、ぐらいしかないっすね。うん。なんか、俺のせいにしないでね。それだけ言うとか。自分の精査は確かったんだけど、お前の発言で、なんか、お前が怪しかったんだよ、だけは絶対言わないでくださいね。自分の発言だけは大丈夫よ、飲みないでください。5番さんが6号へ、4番さんが1号へ、これで勝ちましょう。俺はそれに乗っかった発言を絶対しております。はい。1守んだろ、多分。そこに対してグレイセンサーも結構、1と述べたこと同じように言うたんだけど、釣られました、1番さんに。そこを乗っかったと思われたんでしょう。生き残れるか。当人したい。当人がどこにいるか。人が上手かった。っていうところが1は認めましょうね。もしこれがミスってたら。危ね。すごい痛いです。1位釣られたとこだけ。ごめんなさい。すごい感情的になっちゃった。1に入れられただけ本当に思ってなかったから。はい。頑張って。マジで村勝った。釣られるありこれ。でも、もし負けたときは。釣られるあり。ちょっとそれは面白いなと思っちゃう結果になりました。以上です。夜が更けました。人狼に人狼の数。うん。6番買いましょう。6番。行ってください。6番で。あれ ?6 番買います、うん。6番しかないんだと思います。まあ、多分守んないと思います。さすがに。で、ね、初日は、6番どこ占いでしたっけ投票が8いってるから、かなり危険だったっす。危険です。どこ占い？あ、初日は1だから。あ、言えばよかったな。あ、打てねえや。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。はい。まあ5番釣るんすけど、いやー厳しい。俺3番さ疑えないんよな。3番の推理は理解できてて。けど、3番の8番投票で、僕して8番さんそこまで疑ってなくて、俺2番さんが疑わしかったんや。だから2番に入れたんだけど、てか俺死ぬと思ってた。正直。1番さんの原文で、いや、わかるんですよ。1番さんの推理上で、4番と7番で、ここで身内タッチしてんじゃねえかっていう、どちらから2日目黒結果出た時にどちらから逃げ切り1って、推理自体わかるんで、多分誘導かけられたなと思って、自分釣られると思って、2番に投票したんですけど。いや3番の発言は理解を示せるものがマジで多すぎて。けど、俺視点だと8番さんそこまで疑ってない。4番怪しむ視点と、でも8番の中で、2番に対する視点は7番とは違ったよってあくまでの視点なんで、これで僕視点なら8番投票できないんで。まあ、これ5番は多分、どうなんだろう。狼だね。多分5番狼で、いや、マジわからんわ。いや、なんかさ、自分で、いや、もう結構文句になっちゃうんだけど、なんか、自分の発言とか、一番の発言中に自分で芯を取れないんだったら、もう出とけよとか思っちゃうわけね。いやで、噛まれて終わりでしょ？あとは村に任せます。はい、頑張ってねって感じでしょ？いや、精査しにくい。3番だけは、釣れない一目視点は8番9番の精査を深めなきゃいけないって感じだけど8番をそこまで疑ってないって感じかな。でもまだ発言聞きます。5番釣ります。8番のプレイヤーが発言します。は5番釣って5番が仮に狼だった時に俺
7番が3番の発言すごい理解できたっていうのが俺は分かんなくて、3番の主張の中で俺っていうのは7番とは視点違う、2番さんって多分こういう目線でその2番さんの思考を吐き出してたんじゃないのっていう思考で、まあ2番かばったっていうよりかは2番の別にそんな怪しかったかなっていう視点を通してて、3番が8番を釣りたい、なんかそのもっと俺の勘違いだったらあれだけど3、4に対しての言及があってもいいんじゃないかっていう視点で、別にだって7番とか9番も別にその視点話してないわけじゃないですか。ってなった時に、なんかその8番だけにフォーカスが向くのが、俺はなんか下せないっていうか、俺が自分が村だから3番の思考が分かんなかったのね。だったら別に7番9番とか別に3番4番に触れてなくねって思ったから、何をその3番4番にもっと言及すべきだ、8番が黒い、8番4番8番なんじゃないかっていう思考が俺は納得ができなかったから、そこはなんか7番が3番の思考が理解できた。で、まあ、でも8番にはいけない。なんかちょっと2周目に結構7番ふわついてきたなと俺は思ったけどね。まあ、今日5番釣ります。なんか3番、7番どちらがいいんじゃないかって俺の思考では結構あるけど、単純に3番に関してはなんか俺にヘイト向けられたから、俺村だから思考向いちゃうよね、3番に関してはって思ってますかね。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。でもそれってさ、7と9は2に対して怪しい要素として釣り位置を上げてるわけでしょ？唯一8番っていうのが、いやでも2っておかしいこと言ってなかったよって否定してる人物だからこそ、3が8に対して、じゃあ8がそういう考察をするんだったら3、4に対しても発言伸びてもいいんじゃないのって発言なんじゃない？だって7と9は2の発言は全然わからなくって、釣り位置が2と4になってるわけじゃん。唯一8番さんが2のことを8番の解釈で理解を示してた発言をしてたわけじゃん。だからこそ3って8にヘイトが向かってたんじゃないのって思うから、今の8番さんの3番さんに対して、じゃあ7、9もそうじゃんっていうのは違うと思う。でこれさ、5番さんさ、狂人とかってないかな。だって1番がさ、2にしろって言った時にさ、なんか5番って2黒って言ってるわけじゃんか。5が人狼だった時に6噛むかな。でしかも例のにスライドする。でしかもさ、チャットさ、なんかすぐなんかさ、準備してない？もしスライドするつもりがあるんだったら準備してるはずだからさ、例のさ、なんか結果ひらがなってなんかちょっと慌てて打って変換しなかったんじゃないのって思ってんだけど不当かなこれ。いやだけど5が人狼で6神に行って、じゃあスライドするかって言ったら分からんから、5の強人目とかはあるんじゃないかなって思ったんだけどな、アピールするためにニクロとか。1番のプレイヤーが発言します。ま、あのちょっと4番さん聞こえてるかな。あのね、6番さんがすごくお怒りだと思うんで、一応簿記の方からまあ、終わった後喧嘩にならないように代弁しておきますけども、村の一番絶対の人物というか、まあ体で言うと脳みそですね。脳みそが4番を処刑したいということを言ってる時に出てこないという選択肢を持つのは今後一切やめた方がいいと思います。頭で考えてることと体でやることがちぐはぐになった人って気違いを追われてしまったりとか、頭おかしいって言われてしまったりとか、まあ、野良の村だとよくあることですので、できる限り、その、こういう場面の時、例えば自分が新占いだと信じてる人が出てほしいと思ってる時も、占いが一角して、その一角の人物が、脳みそが処刑宅に上げてきてる時は、まあ、出といてあげるべきだと思いますよ。まあ、これぐらいで。あと、9番に怪しむ目線をしっかり持ってください、全員は。ちょっとね、9番さんが多分何かしらだと思います。巨人か狼か。で、仮に村軸だったときは、37狼とか38狼があるから、これもちょっと絶望的にやばい状態なんで、なんか5番さん釣った後、かなりちょっと勝負の段階になると思いますので、翌日の釣り名はかなり考えなきゃいけないですよ。だから、初日から、どこを狼だと思ってどこに投票入れたとかっていう発言を全員にしてほしくて、発言の内容が明日以降回ってきたりとか、これから3番さんとかの発言の内容も。だから5番が今から何を喋っても5番の発言は無視でいいと思いますよ。ただ、グレーに二郎構図の可能性も多いながら、5番が狼だったとき、9番の相方の可能性も多いながら。3番のプレイヤーが発言します。まあ、1番さんが明日死んじゃうってことですよね、ってことはね。あ、これね。
5ローだったときは9ローはないですね。5強のときも9ローはないと思ってて、なんでかって言ったら、9番が狼のときって5番の狼を追わせた方が得なわけですよ。で、5番の票は9に入ってんだから、初日に。うん、いや、9ないと思いますよ、僕。うん、ゴッパチかな。ゴッパチどっかに強し2強だったんじゃないですか。ゴッパチ2強。ファイナルアンサー。ヨマサ、ファイナルアンサーです。ヨマサ死んだったんですね。すいません。ちょっと出の遅かったなと思って。6番さんから4番と4番の対抗って、じゃないなと思っちゃった、ね。どうやかにしか申し訳ございませんでしたと。5番は強人か狼かって言ったら狼でしょうね。あの盤面で一番最初に騎士で対抗出ない可能性だってあるんだ。あるでしょう。強人だったら騎士じゃないでしょ、どう考えたってと思っちゃうから。5番は狼でしょうね。時に9はないでしょうね。5番が急に上昇してることから。かな。4番さん、5番を強人か狼を多分効果交差すると思う。5番が狼のとき、僕はないですからね。僕は8に行くって言ってるんだから、5番と3番だったらどう考えても票は8番に合わせるわけで。9番に喧嘩をしたら僕どころ戦うんですかって話したから。はい。かな。ゴッパチだと思いますよ。僕ゴッパチに行こう。ファイナルアンサー。多分よっぽどじゃない限り変わらんです、これは。別に7番さんから白草1個もないんで、7と8でちょっと迷いますけど。ゴッパチ。ゴッパチに行こうだと僕は思いますよ、4番さん。どう思いますか、4番さん。僕の狼ちょっと追わないでもらっていいですか、もう。4番のプレイヤーが発言します。5番つって、3番つって、9番つるって思ってる私は、私が来てたらそういう進行になるかな。はい。あ、1番さんに言わせてもらうと、まあ、5番っていうのは結構白く見ていたし、なおかつ、陣外っていうのは霊能で出てくるから、スラすんのかなと思ってて。で、まあ、でも全然こうスラする気配ないし、まあ私釣るみたいな形になってきたから、じゃあ出とこうかと思ったらスラしないから、あらこら陣外でじゃんじゃんじゃんって話でしたね。まあ普通は霊能出てくるからって感じでしたかね。まあ私もそれは一番さんの言ったことを頭に入れておきますね。一番さん、私多分生きてたら絶対3球殺しちゃいます。はい。ちなみに5番はローだと思ってます。まあ村厚化しておくと、まあ申し訳ないですけど村目線私って結構怪しく見られてて、5番が強人だった場合、あなた噛まれてると思うんですよ、多分私が強、まあ、まあ人狼だからワンチャンかける可能性あると思うんですけどね。だから仕事をしなかったんで仕方なく人狼が出てきたのかなって気がするんですよね。せめて、ね、あの騎士の位置を知っておきたいっていう、はい。で5番が、人狼っていうのは全然あると思いますよ。だって私の方が黒く見られたの。あと9番の言ってること、もう9番は今さっきの発言で絶対釣るってことしか言えなくて、はい。だから9番が逆に遅れてやってきた、やべえ、私仕事しなくちゃ出てきた強人に見えてます。ちなみに1番さんに、まあよかったらお願いがあるんですけど、まあ今日みんな5番釣るんですけど、1番さんはこいつ1番占ってる、1番疑ってるって、じゃあ 1つ入れといてもらえますか。それも私参考にしますよ。5番のプレイヤーが発言します。あのですね、皆さん、衝撃の事態ですよ、今。6番の占い先って知ってますか？そうなんです。1番白なんですよ。つまり、強人なんですよ。2ローですね。だから、あと1枚。2番の相方を探せばいいだけのゲームです。そこにね、2段は使えばいいだけなんです。まあ、使えねえな。2位って1だな。明日ミスると負けなんで、2番いて1番って。噛まれませんから、1番って。偽物ですから。強人ですね。皆さん、ここ、本当に大事なんでね。6番の占い先って1番白なんですよ。驚いてますよ。広すぎて。まあ4番さんにね、これがまあ、とりあえず、私そのまま霊能ででも釣られるから。だってね、強人が出てるけど大体釣られるでしょ。とりあえず5番の色わかんないから色見てもらいましょうってなるから一応騎士を借りてました。まあ出てこないなぁと思いながら。うん。だからあんまり僕はね、そんなに強烈に4番さんを押してないはずなんでね。うん。ふわっとしてるのはそういうことですね。騎士がどこにいるかわからないから。今日はね、一番つってください。確定陣外、巨人の一番をつってください。プレイヤーの発言が終了。打ちたければ打てばいい。ぐだぐだ言わずにな。あれだね。ああ、どういう回になるのかね。役が一枚で八番が乗っかっても残り7、9、3がどういう反応するかによって変わってくるね。厳しい、ね、戦い。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。あのさ、1番の投票の7番ってありえないだろ。
確定人外のね、5番のね、色を見る気迫がない人はに、もう人外ってわかるでしょ？俺してはもう1番はもう白だから見ることはないんだけど、本当はね、グレーに使いたかったです。はい。グレー使いたいんだけどね。1番が、ね、本当に芯を主張するならゴズリしかないでしょ。何も関わらずね、グレー投票なんかしてるんだからありえないでしょ。これ強人ね。もう誰がどう見ても投票でわかりますよね。6番、1白ね。まあもう心の中では5番白だと思ってください。6番の初日の占い席は5番の白だったというね。くらいの気持ちでいかないと負けますよ、村は。1吸ってね、明日。でさ、4日目最終勝負ですね。2番の相方を探してください。発言がおかしかったですよね。はい。2番黒ですね。2黒でした。ああ、一応4番さんもね、すぐ出た方がいいですよ。平和村の時にはね。以上です。はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明け、昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、3番のプレイヤーが発言します。わからない、どうしよう、もう。7番と9番さん、僕に協力して8番さん積んでくれません。4番さん、ちょっと説得できそうにないんですよね。いや、僕、絶対に5番は強人はないと思ってて、偽確定してるんで、狼だと思ってるんですよ。で、5番が狼の時って、5級絶対ないと思うんですよ。ここのラインって存在しないんですよ。投票的にも。初週の話的にも。誰か、なんか2番かでしたっけ、なんかで言ってましたよね。5級はないみたいな。ないんですよね。1番7、ここわかんない。7番の国が偽要素持ってないんですよね。持ってないんだよな。いや、これ5パチでしかないと思うな。5パチで6かまざるを得ない状況じゃないですか、どこかで。だって6番の票が僕と同じで8番に入っていて、要するに僕の話が育ってるわけですよ、6番さんには。なるほどな、つって、8位占ったろ、釣れないんだって占ったろってわけで。それは噛むだろ、5パチでって思っちゃうんですけどね。ちょっと思いますよ、4番さん。いや、もう9番さんを怪しむ目線も4番さんを持って、いや、別に僕はわかるんですよ。僕は4番さんのことを偽って言ってるから、感情的に偽って言いたくなる気持ちは、人外だって言うのはわかるんですけど。で4番さんの票いらないとあまり言いませんけど、4番は8番釣れないわけでしょ。俺も絶対5パチだと思っちゃってるんで、6カミってそういうことだと思うんで、5パチ2強でファイナルアンサーだと思ってるんですよ。で4番さんがどうしても9番釣りたいみたいな、3番釣りたいみたいな、でも7番さん、9番さん、僕、いや7番、9番に狼いたらもう負けだと思ってるんで、僕、8だと思うんですよ。7番、9番に狼いたら、いや、とりあえず僕釣った後に、なんかごたごたされると思うんで、負けだと思うんですけど、僕は今日8に行ってほしいなって。思います、はい、4番さんには頼りません。もう以上です。4番のプレイヤーが発言します。今日は7級のランで、はい、まあなんか自分なりは考えてるんですけど、まあそれ言う必要ないかなと思って、7番9番のランで、7番9番はまあ生き残れるように頑張ってください。まあ1番さんこれで外れたらごめんね。はい、一応7番さん言っておきました。2択の中で7番、9番、以上です。そこ変えるやついたら、それ以外ついたいってやついたら、そいつに票入れてください。はい、7級です。7級で、グレラン。7番のプレイヤーが発言します。まあ、多分僕は9番に入れる理由がないし、9番のおかしい要素を4番視点で上げてくれないとって感じなんで、だから3番がめちゃくちゃ怖い位置なんで、めちゃくちゃ怖え。まあ、3番5番で8に行かなかったから3号否定と5級が否定される理由は分かんないですけど、分かんねえ。8番の黒要素が俺の中で8番の黒要素が黒要素になってるのかなって思っちゃってて、分かんない。多分3番の中で多分なんだろう、8番目線3番4番に触れろっていうのは多分分かってて、俺が多分2周目の段階で4番に対して、4番が3番に対して2番を人外だと思ってて、2番に騎士だったらいいなっていう思考を述べているから3番に触れてるわけね。けど8番さんって4番に対しての指摘は7番さん分かるんだけど、2番の対しては分からない、思考だけだったから、なんかなんだ、表情は3番とかで4番に触れてるけど、
言葉では多分3番に触れてないわけね。ここの際なのかなって俺思ってるんだよ、3番の持ってる感覚ってね。けどこれって8番の黒さなのかと思っちゃって、だから分からなくって、なんか僕がなんか8番さんがなんか毎週毎週そうなんだけど、8番が7番に対して指摘を、9番それは違うんじゃないかって8番叩いてくれるから、7番しての9番とか3番ってめちゃくちゃ怖い位置なんよね。当たってんのかな、なんか信じちゃっていいのかなとか思っちゃってるんだけど、いや分からんわ。いやもう本当に結構、まあ俺は違うところで怒ってるんで、まあ、自分の思ったところ入れます。はい、めちゃくちゃ考えます。自分の思考はそうです。はい、8番のプレイヤーが発言します。まあ4番さんが7番9番の卓にするのであれば、7番に俺は入れようかなと思ってますけど、7番さんさ、8番さんの思考も借りたときに、わからないでもない、まあ、8番さんってこういうことを言いたいんだよねって、若干7番さん目線、8番の村もあるかもしれないっていう風な様子を拾ってくれてるにもかかわらず、3番が怖い位置っていうのがわからんわけよね。俺は本当は3番に行きたいぐらいなんよ。3番って7番、9番はないにしても7番、8番、7番に関しては色落ちてない位置。7番分からんわ。でも8番、5番で、8番、5番で終わるんじゃねって思考としてるわけよね。3番さん目線、7番さんが分からない位置にいるにもかかわらず、8番、5番でもうゲームセットだっていう思考がよく分からんくて、3番さん目線、7番が分からない位置に浮上しているのであれば、7番さんにも少なからず無意識だと思ってるし、まあ、この6番が見て、5番、3番、3番で俺に8番の投票が言ってるから、自分まで釣りたい3番、5番っていう思考も俺は借りれるわけだから、俺は3番に行きたいけど、7番って本当に3番が怖い位置っていうのが分からんのよ。俺目線だって7番って8番さんの様子を拾ってくれてるわけじゃん。村かもしれない。こういう思考、2番に対しての思考って分からんでもないんだよなっていう起こしてくれてるわけだから、若干3番とかの思考ってズレは7番の中で生じてるわけでしょ。結局7番ってどこ釣りたいのかも分かんなかったし、はい、まあ、なんで9番の発言聞きますけど、7番9番だったら7番に行こうかなって思ってます。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。いや7が言う3が怖い位置っていうのは分かるんよ。なんでかって2が黒かったから。2が黒くって3が真っ当な発言をしてるからこそ、うちは2日目の時に2が黒、村で3が人狼だったら怖いねって最後に発言残してるのね。多分7も同じ感情 なんじゃないかなって思ってるんだよね。でちょっと4番さんがバグってると思うんだけどさ、1番さん噛まれた理由さ考えた方がいいと思うよ。5番さん釣られて1番さん噛む理由なんてないよ、縄増えてんだから。だから多分4が3と9にしか目線がいってなく、しかもランテージが今ね9と7になってるわけじゃん。8を弾いてるわけでしょ。6番って3と、6で8に投票がいってるわけじゃんか。占い値多分8だったと思うのね。で5番さんが多分、まあうちはね強靭の可能性もあるのかなって考えたんやけど、5番さんがじゃあなんていうの、5番さんと8番さんがつながってた時ってもう終わりじゃん。6巻で8、なんて言えばいいんだろう、伝わるかな。ただ8の、なんて言えばいい、ちょっと難しいわ。だけど、その、2日目に言ってたさ、その3番さんに対しての8番の指摘は通らないと思うし、7と9は2番に対して怪しい要素を持っており、8番さんは持ってなかったわけでしょ。だからこそ、3番さんが8番さんに対して、だったら3、4に指摘するべきなんじゃないかっていうのは通ると思って。いやー、最初に3番つってればよかったね。そこだけだね、ネックなのがね。9番の方やった方がいいよな、っていうか7か9に強靭いそうな気もしねえでもないけどな。厳しい盤面だね、これ。こうなるよね、もう。あのさ、3番放棄してない？のプレイヤーが発言します。絶対4番人外票になってるよ。だってそもそもさ、1番噛むメリットないんだよ。だって縄消費できるんだから。あんだけ5番さんがさ釣られたとしてもさ、村志向ではさ、まあ、とりあえず
占い師噛まれてるわけだからグレー精査しましょうってなった時に1番の7投票が下せんわけじゃんか。だった場合って多分1番にまで名は届くはずだから1が7投票してることからね。だからわざわざ1を噛むってことは5の黒を見せたくなかったしかなくないですか。1噛まれたからこそうちは5が黒だったんだなって思ったけど、はい、おかしいか。多分1番がね9番に懸念してたのってあまり9番に黒要素が見つかってないからって9番を白狼ケアした人物が1番だよ。4番みたいに9が黒かったとかじゃなくって白狼ケアしてるのが1番です。4番さん気づいてください。8番のプレイヤーが発言します。まあ、9番は自分の想像で話してますよね。多分1番さんは9番の白露ケアをしてたんでしょうか。1番さんの言論的に1番さんは少なからず9番に対しても目線を向けるべきだよって言おうとしてた人物だから、別に9番5番で、5番狼で9番狼だった時に1カムっていうのは全然あり得るし、9番の思考の中でその8番殴りしかしてないんよね。その2番に対して、8番が少し少なからずなんか想像で話をしていて、7番9番に関しては 3,4 に対して触れる要素っていうのは別にないからっていう要素でずっと叩いてるけど、これって別に俺はあくまでも俺は7番の発言を聞いた上で4番に対しての思考は一緒だけど2番に関しては別になんか落ちとはなかったと思ってるよって俺は発言落としてるのって、そんなになんか8番の黒要素なんのと思ってるから、ずっと同じことでやっぱ8番殴ってんなったから9番に投票変えました。はい、以上です。厳しかったね。7番が8番かばってっから9番あたり行けば、でも3番強靭でそのまま同票、多分4番票変わんないから多分、ただ3番村だったら多分入れられても悪いけどね。あ !7 番のあれできない。4番多分変わんない。うん、これこれ、うん、絶対こうなる。うん、4神4神4神、あーやばいけど、もう夜が更けました、うん、こうなるって。人狼に気をつけてください。もう7番のあれがなくなるからもう相当きついけど、もう4番を、あ、噛まないの、噛まないと、噛まないと。8番どうすんの、噛まないの。ああ、もう4残すしかないから、まあ、やるんだったら、なんとなくわかるけど。でももう、ほぼ包囲網敷かれてるから無理だよ、これ。グレーカム、3番カムとかも一つも手だったかもね。誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。3番さん放棄してるよね、放棄してるよね。私もそれ村じゃないから、はい、もう3番釣りで、これで3で、3が村だったらしょうがないです、はい、3番1本でそれ村じゃないんでやってること、はい、うん、様子見とか関係ねえし、3番どこへ、最後どこへ行ってんの、8かよ一本釣りやだな、でも一本釣りしたくないな。まあじゃあもう3球で、3球で何かけてください、はい、まあそれでそこ入れられない、入れられないよって言ったら、3番9番お互いに入れられないんだったらそっちの方釣ります、はい、もうしょうがないよねそれで、はい、って感じかな、はい。7番のプレイヤーが発言します。はい、すいません、充電のマーク来て普通に落ちました、すいません。いやー、俺昨日8番に入れたんだけど、うん、でも8番と9番の決戦投票の時に接続切れになっちゃって投票できなかったんだけど、いや、どうしても俺の視点だと8番になっちゃった。理由を説明すると、俺3番も疑う視点はあって、いや、7番さんは8番さんの発言もじゃあ汲み取ってるわけでしょ、けど3番の思考って偏った精神やんみたいな。いや、わかるんよ、けど俺視点で3番の発言でおかしい要素って昨日あげたんですけど、なんか5番が狼の時に5番3番がないでしょ、5番が狼の時に5番9番ないでしょって、俺これだけはね消せないと思ってるぐらいないよね、この程度ないよ、うん、けど8番さんが、まあ、1週1日目の2週目とか2番さんに対して突っ込む要素が理解できずに
なんか3番の発言を共有できないんでしょ。3番の発言がなんか8番が3番4番に視点向けろよみたいな、その視点が分かんないって言ってて多分投票してると思うんだけど、なんかその時になんかいや分かんないんだよな、なんか俺3番さんがどう思ってやってるのか分かんないけど、俺の思考が合ってて3番の組み取りをしてるのか、いやマジ分からんちょね。3番さんで気になってるのは、もうちょっとそこ深掘りするんだけど、なんか3番さんって2番さんの言及とかめちゃくちゃ深掘ってて、8番さんに対しても深掘ってるわけじゃん。けど5番の否定と9番の否定の要素ってめちゃくちゃ薄くないとか思ってるぐらい。8番のプレイヤーが発言します。昨日7番と9番のタクで最初7番って言ったけど、9番に視点をあの投票を変えたのって、9って視点更新をしてない人物、仮に7番5番とかで3番という強い味方8番に行こうって言ってる盤面で、7番が仮に狼であれば8釣り越せる盤面下の中、7番って8番の思考を借りて分からんとこともない、7番さんに関して3番さんに関しても偏った思考があって、3番5番が否定できる要素っていうのは理解できないかなって視点を向けてる人物だから、7が仮に狼だった場合って8釣り殺せるかなと思った時に、村思考に立った時に7番9番視点更新って俺は行われると思ってるの。でも9番っていうのは視点行使行われない人物、3番に関しても視点行使行われない人物だから、まあごめん、俺は3番9番だったらやっぱ初日からずっと3番さんに関して、俺は自視点が村だからこそ偏った精査を俺は3番にされてると思ってるから3にしか行けないっすね、ごめんですけど。でも7級の卓になった時に7番9番で比較的した時に、7番に関してはまだ少なからず8番が村があるかもねって視点更新を行ってくれてる人物、俺は5番が狼だと思っているから7番っていうのは別に3番という強い味方がいる時点で7番っていうのは8に投与できる人物かなと思ってるし、まあ9番に関してはまあ俺はだから9番に入れたっていう感じかな。別になんか1番がその紙が9番は ないでしょって言ってたけど、別に1番さんって9番は別に白露一で考えてない、思考はしてないと思ってるから、はい、まあ俺は3番にしかいけません、はい。9番のプレイヤーが発言します。え、何？ 8 番はさ、9番が人狼だと思ったからさ、9に投票入れてたわけでしょ。うち9のさ発言今から話し出すのにさ、なんで8はさ3に投票変わるの？票変わりすぎじゃない？うちは視点更新はしてないけど、発言更新はしてるつもりです。で、しかも、じゃあね、8番が言うように、1番が9の白狼ケアをしたわけじゃないっていうふうに言ってるんだったら、1番って9の黒要素あげないですか？でも1番って9に視点も持ってった方がいいよっていう助言をしてるんですよね。1番が9の黒要素拾ってるとしたら、1は9の黒要素話すんじゃないんですか？だけどあまり黒要素がないから、そこを村目線は追ってくださいっていう助言ですよね。白露ケアの何者でもないと思うんですけど。で、今8番さんが言ってた、7番さんはまだ8のことを考えるつもりがあった。じゃあ発言でなんで7に行きますっていう発言残したんですか？ 9 の発言聞きますでもよかったんじゃないんですか？発言するごとに、3と7からは黒要素が拾えず、8からは黒要素が拾えてるからこそ視点は更新されなく、発言は更新されてるんですけど、わかりますか？3と7に比べて8番の方が違和感が大きい。表がブレすぎる。色見えてないって言ったらそれまでかもしれないけど、今の3に行きますはおかしいと思うよ。8番8行く。3番のプレイヤーが発言します。いやもうさ、いいや、いいんですよ別に、僕言ってくれたって、僕言ってくれたっていいんですよ別に、いやもう昨日の段階でもう勝ったんで、勝ったなって思ったんで、結果こうなってるんだら僕の責任ではないんでね、完璧な投票だったのに、共有度も完璧にしたのに、どうしますよお前さん。いやてか俺本紙の時に投票放棄するメリットもなければ、紙なしを選択するメリットってどこにあるんですか？ないですよね。だって7番と9番の票が8に偏ってるんですよ。4番カウントで7、9と一緒に8すれば8じゃないですか。俺に来ることないんだから。そう考えたって。どうします？ 8 と言います。9番の票が8に入るんですもんね。
いや、僕ずっと、とりあえず僕ずっとけばいいんじゃないですか。とりあえずは僕ずっとくのが安牌なんじゃないですか。これ別に僕狼やってないと限らないですからね。全然参考じゃないですか。7番さんに言われたら5級がないのが薄すぎるって言いましたけど、5番の投票先9番の字って薄すぎるとかのレベルじゃないでしょ。9番つって負けじゃん。5級だったら。5番の旗もいつかわかるんだから。で、5級はないやろ。どう考えたって。どうしますよ。9番の評価8にはさすがにでも今日は僕ずれでいいんじゃないですか。僕つい4紙でちょっと頑張ればいいんじゃないですか。僕は8ずつって終わると思いますけどね。はい、僕いろんな視点の話で8ずつって終わると思いますよ。はい、ただまあ僕ずれでもいいです。はい、8ずれないんだったら僕ずれでも構わないです。9番死ぬぐらいだったら僕ずれで構いませんよ。以上です。村で言ってるのがね、投票的なもので。まあ、まあ、最終決戦かな。比率上の。まあ、8に2票が入るからね。3番って教員なんかな、これ。投票が本当に8村と思って思い込んだってる人？追放されるプレイヤーは3村でどうしてそれができんだろう。強人いたらやばいんだけど。いないのね、ニカさん。なるほどな。いや、したくなかったですよ、それ。僕がここで強靭しようなんで。でもこれ、ちょっと、狼陣営さんに言いたいんですけど、これ僕の責任だね。昨日勝ってたんで。はい。一個これヒント与えちゃいましたね、村人陣営に。僕が強靭ということは、5番さんが狼なわけですよ。はい。それも加味した上で、どこが狼かと。9は、ないんじゃないですか ?5 番投票先は9番なんだから。7番さん。5番投票先9番ですよ。そこで号泣を追うっていうのはちょっとどうなんと思っちゃいますけどね。今4番さんは死ぬんでね。4番さん残してもいいかもしれないです。4番さん残すのも一個の手かもしれないです。4番さん残した方がいいです。逆に。はい。絶対に残した方がいいです。神なしが正解です、これは。はい。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。狂人の考えだと意外と狼が当たっちゃうことってあるよね。多分サバ狂人なんでしょ？多分。あの発言、村、巨人の考えだと、普通に5球がないって言ってんだったら9番行きゃいいと思うけど、ライン切ってるって深読みしたってことでいいのこれ。3番が巨人みたいだけどね。秘策の奈良神するっていう秘策技もあるけど、まあ、もう、7番との式、7番に決めても、あ、どこ神どこ神さすがに4番行ったか。まあ最終決戦、楽しんでください。もう、ここまで持ったからまあいいんじゃない？もう。はい。まあ、3番が狂人の5番狼でいいですよね。きっと。間違ってないですよね。5番狂人の3番の相方に9番と8番いるときに昨日の発言いらないし、3番が昨日言ってる通り、3番が狼のときって、まあ僕はね、決戦投票のときいなかったからあれだけど、行動じゃないですよね。だから3番狂人の5番狼でいいと思ってて、3番狂人で8投票してるわけでしょ。9番、だから実点十分村だから、5番9番とか本当にあんのかなとか思っちゃうんだよ。だって5番9番の否定になってなくない？ 5 番が9投票していて5番生き残るわけでしょ。5番9番ないでしょ。いや、ないです。成り立ってないでしょ。9番の黒要素って何？9番さんの昨日のおかしかった要素は、なんか、7番の発言を聞かずして、じゃあ9番の発言を聞かずして、7番に行く思考の時、なんか言ってたけど、多分8番って、どこだっけな？7球ランの時って、8番って7番の発言を聞いた後に9番の発言も聞くけどねってしっかり明言しちゃったと思うから、そこは多分9番さんの把握漏れで殴ってるなって思ったぐらい。けど2番にしてる件とか視点とか、初日とか俺2番さんと一緒に投票してるわけね。9番、1番、7番で2番が怪しいと思った視点と。2番が1番さん、だから俺もゲスなくって。なんか一番その人外で多くかなって視点が分からなかったから、一番は9番の発言を汲み取ってとか訂正してるわけだから、怪しむ要素じゃなくねって俺は思ったから、そこの部分っておかしいなと思っちゃってた部分だから。まあ、考えます。8番のプレイヤーが発言します。結局のところ5番狼で3番狂人で3番狂人という人物が8が村っぽい。透けてるからこそ8番に投票を促そうとしている流れ、まあ、この点、
で、俺は7番も拾ってくれてたけど、7番の発言を聞いた上で、7番っていうのは3番怖い位置になるのが俺分からん。なんか7番っていうのは8番さんの評価もできるところはあるし、村かもしれないっていう評価を落としてるけど、3番に対して疑いの目を向けれないっていうところが視点が合わないし、結局7番でどこ釣りたいのっていうことに関して7番に行こうって思ってたけど、2周目の発言を9番から聞いた上で、9番の方が視点行使もされてないし、もうずっと8番殴りでしょ。だから9番に対して投票したまでであって、9番の論って成り立ってないし、別に、結構初日って2番に投票が集まりそうな流れだったでしょ。別に9番とかって別になんか投票位置に上がってたか上がってなかったかで言うと、別に俺は上がってない認識だったから、別に5番が9番に入れたところで別にラインなんていつでも切れるし、別に9番がだからといって5番9番の否定要素にならないと思ってるから。で、9番さんに関してはなんか8番さんのそれ妄想で話してるっていうか、9番さんのその1番さんに対しての触れ方もそれ妄想やしっていう、ブーメラン返ってきてるでって話やし、9番さんの視点の中で7番に視点が向かず、ずっと8番でしょ。だからまあ7番は分かってくれてると思うけど、まあ把握漏れとか9番は発生しちゃってるし、まあ人外だからね、まあ把握漏れはするでしょうけど、はい、まあ9番に行きます。はい、7番が狼だったらまあ謝ります。9番投票します。9番のプレイヤーが発言します。8番が言う Q の把握漏れって何ですか？うち把握漏れした？え？把握漏れ？なんか今8番にそれこそ Q の妄想じゃんって言うけど、1番ってうちの黒要素として挙げてないよね。懸念をしてくださいって言ってる人物でしょ。ケアをしてる人物だよ、1番って。でも8番が2番に対したものって8の妄想でしかないじゃん。8の考えで2がこういうふうに考えてたんだと思いますっていうのは、9と8は言ってること違うと思うけど。7が3に対する懸念って、2番が黒くって3が真っ当なことを言ってるから、3が人狼だったら怖いなっていう指摘だと思うし、8が3に対して叩いてた要素で、3目線じゃあ、79もおかしくなるんじゃないですかっていう論は8番は通らないと思ってるのね。なんでかって7と9は2の黒要素を拾ってて2に投票してるわけだから、8は2が違うんじゃないかっていう論を挙げてる人でしょ。それを叩かれたから叩き返すかのように3に投票を持っていくのも違うと思うし、4日目の時うちが発言する前にじゃあ3に行きますって言ったのは何だったんですかって話なんだけど、8行く。7番が発言を聞くか、もう一発で決めるか。まあ、いいゲームにはなってたんじゃないですか。白熱してる試合でしたね。楽しかったです。はい。よし！頑張った！粘った！ 8 番！多分8、粘った。9番白かったよ。俺視点で見るとね。よし！粘った。粘り勝ち！よし！あざっす。マジで9番さんごめんなさい。何？いや、申し訳ない。